だいぶ完成してきてますね。あの建物だけじゃないんですよ、スカイツリーって。え？もう根元に、まあ、行ったら分かるんですけど、はい、いろんなもの入ってます。はい。ドラマ地って言って作られてる。で、こちらもアサヒビールの本社ですね。はい。下がビールで上が泡になってます。ビールグラスにこうビールを注いだような。え、あれ泡だったんですか？左側です。これ、金色のビール。はい。あー、はい。あ、知らなかった。そうなんです、意外に言われないですね。で、あの泡の部分はなんとレストランになってます。絶景レストラン。ちなみに昨日の夜ちょっと行きました。あ、本当ですか。はい、綺麗でしたね。まあ、ちょっと雪が降ったんですよ、軽く。ご覧にはもうスカイツリーがバーンと下がって飛び立って、もしかしたら炎なんですね。黒い台からこうメラメラって上に燃える炎。はい、フランスのキッズ・ザースターという方が。結構ちょっとこのルグイス色のこの街灯だったり、ちょっと電車も通ったり、はい、はいはい、いいですね。ここで動画ですか、それは動画です。雪が、雪がいいですね、やっぱり。金が、お日様当たってても溶けないですね。そうですね、静か。本当ですね。でそこにどっか小村家白い人がパッと現れて、この周りを3回回って死んだっていう。え、死んじゃうんですか？あと、菊池名ですね、やっぱ有名な。浅草の方も有名なんですけど、菊池川の方もあって、はい、ここにはもう恵比寿さんと大黒さんっていう、まあ、あの商売繁盛ですね、主に。はい、のお二人がいます。こちらに曲がったら、はい、もう成平橋っていう駅が見えてきます。この辺はまああの職人さんが多いですね。おー、はい。ここバネとか。あー、はい。あとゲーム機のコントローラーになったり。へえ。多いですね。小さな町工場みたいなものとかが多いんでしょうか。はい、そういう町ですね。あそこはもうスカイツリーの施設の一部ですね。へー、はい、あそこは駅です。成平橋っていう駅。あ、近いんですね。はい、だからさっきのあのスペーシアとかね、はい、すごいことになってますね。向こうに球体見えました。ん？あ、はい、見えます見えます。あれプラネタリウムですね。へ